ところでさ、こういう面白い本があるんですよ。UDO だね。洋楽ロック史を彩るライブ伝説。これは、有働音楽事務所の奇跡をたどるっていうね。なかなか面白い本ですよ。もう読んじゃった？だとね、構成はね、まあ、この帯だったら読んじゃっていいのかな？宣伝あるから。あの時私はそこにいた。いいコピーだね。このコピー好きよ。まあね。お前もいたの、俺もいたぜみたいなのあるよね。1967年の設立以来、半世紀以上にわたり海外アーティストを招聘し、日本におけるコンサート事業を牽引してきた有働音楽事務所。エリック・クラプトンとの絆、ボブ・ディランの意外な一面、ボンジョビの素顔など、当事者しか明かせない洋楽ロックの伝説と膨大な歴史を貴重なライブ写真満載で一冊に凝縮。海外アーティスト招聘公演全リスト掲載。すごいね。あの、なんだろう、あの、読み物もあれば記録もあるっていうね。うんうんうん。写真もあると。うん。そうそう。だからあんまりね、中身言っちゃいけないんだよね。いけないの？だってそんなことしたら買う人減っちゃうじゃん。減っちゃうの？っていうか、著作権がね。うん。なんだけど。でね、あの、前半にね、いろいろ、こう、なんつうの、うん、読み物があって、うん。で、次にね、10年単位で、70年代とか80年代の、主だったアーティストは、うん、うん。まあ、あの、何月に誰が来てどんなコンサートだったみたいなね。うんうんうん、なのが月単位で。それがね、何年まであるの ?2000年代まであるんですよ。で、その後にですね、なんだ、音楽ライターとか、まあ、音楽関係にの関係者の人たちのインタビューだとか、うん、あとは、有働の、あの、まあ、キーパーソンのインタビューとかね、うん、あれなんか最初に歴史みたいなのもありましたよね、うん、あったね。で、面白かったのはね、忘れがたいライブ体験っていう、それがそのいろんな音楽関係者の人たちの、あの、初めて見たコンサートだとか、これまで見た中で忘れがたい有働関係のコンサートとか、で、それにまつわる思い出とかね、それを何人ぐらい結構いるんだよね。で、有働音楽事務所招聘公演一覧っていうのが1971年から2019年まで日付まで入ってる。で、あれだよね、天の声さんはこの、なんだ、有働音楽事務所開催のライブの回数を数えてみたんだっけ？うん、ざっとね、あの、ちょっと記憶違いも多少あるけど、ざっと見ながら数えました。うん、何回？433回。自分が言った数？そう。433回。でも意外に、あ、意外にっていうか、あ、意外とあるんだなと思ったのと、あと、あの、有働以外のコンサートも意外にあるんだなと思って、その例えば BBA とか初来日の昔のパープルとかロリー・ギャラガーとかみんな違うプロモーターだから、ジャクソン・ブラウンとか最初は違う音楽者とか、うん、あのね、共同とかね、ユニバーサルっていうね、ユニバーサルあったね、あったんですよ。で、それがそのパープルとか、うんうん、ジェフ・ベックとかロリー・ギャラガーとかを呼んでて、あ、赤坂にあったね。初めて赤坂に行ったんだけど、チケット買いに、生まれて初めて赤坂に行ったのがそれだったんだけど、うんうん、そこがよく読んでた。あとは、まあ、ブルース系は M&I とか、 あのユニバーサルにいた人が M&I を作ったんだから、なんか、うん、そのあと、まあ、もちろん共同東京とかもあるし、音楽者は意外とないんだ。ロッド・シュワートは？ロッド・シュワートの初来日ね。そうだよね。なんかハガキで、友達はそこでバイトしてたから。あとクイーンとかも最初は違うし、あとストーンズもほとんど
あの東京ドームが読んだりしたから、初来日とか、あの不動も手伝ったみたいな、まあそう一緒にやったけど、読んだのは東京ドームだから。ツェッペリンの初来日、ツェッペリンの初来日も共同だし、だ意外と有働じゃない、あと HIP とかね、スマッシュとかね、なんかまあそういうあれがあるんだけど、まあ有働だけでも結構行ってるかなと思って。ガイタレで最初に来た一番の大物って言ったら、まあビートルズなんだけど、うん、だと思うんだけど、まあその前に来てるけど、まあ大物といえばね、うん、その時の翔平元はどこだったんだっけ？共同東京。共同東京、あの初めて武道館で、うん、ああいうコンサートが行われて、うん、大反対にあって、その武道館みたいな武道のね、うん、ああいうところで、そんななんか外国の髪の毛長い不良の音楽みたいのをやる、大反対で、なんか社会問題になったっていうね。オリンピックの時にやっぱり外人の方々がさ、武道館で試合できるってめちゃくちゃ感動してたのね。今回じゃなくて、うん、今回、うん、やっぱり武道館ってそういう聖地なんだよ。だからね、この前の以前の配信でも言ったけど、ライブインジャパンライブアット武道館っていうのもやっぱり一つのステータスなんだろうね。あと俺の大学の卒業式とかすいません。そう、大学の卒業式よく武道館でね、やるね。入社式、あ、入社式ね。あと親父が一高ってとこ行ってたんだけど、そこの涼歌祭っつってさ、昔旧制高校って涼歌っていうの、涼歌ってそこに歌があるんだけど、それの大会とか付き合わされたことあるよ、うん。1970年代で、うん、あ、っていうか一番最初に見たコンサート、ガイタレ、うん、ガイタレっていうか、ガイタレ日本のはほとんど見てないんだけど、セッペリン、セッペリン、俺リキさんは、俺だからあれだよ、前言った多分ナインティンテンフルズがかっこいいかもしれないよ、うん、ダニエル・ビダルと。それ何年、あれ高2だから、あ、高2、高2の時のナインティンテンフルズカンパニーって、じゃあもうあのヒットした後の、ね、ヒットした直後ぐらいじゃないかな。でもナインティンテンフルズカンパニーがすっごいヒット出したのって1970年とかだから、もうちょっと、ああ、じゃあちょっと後か、じゃあ、うん、高1だったかもしれないな。高1って言うと何年、高1って71、2年だね。箱根アフロディーテっていう、今はすごい話題の50年前にやったピンクフロイドのね、箱根のあれ、ナインティンテンフルズバンカンパニーとバフィーセントメリーと、ああそうだ、そう、バフィーセントメリーわかる、サークルゲーム、いちご白書っていう映画があって、大ヒットした、そうそうそう、そのサークルゲームっていうのは多分主題歌なんだよ、そうそう。俺が初めて見たのは1984年のボンジョビ、渋子だったかな。それまでってロックコンサートに行こうとは思わなかった？うん、それまではね、レコードになったライブ版がベストプレイだと信じてたから。ELP が先かもしれない、ごめん。だから絶対音にしたって、完璧に調整されてて、レコードで聴くのが一番だと思ってたのね。おー。でも80年代のその頃ってもうビデオっていうか MTV とかもあったから、うん、そういう生で見たいとかそういうのはなかった。そういう動いてる姿とかなかった。で、まあちょいちょい大学になって、大学生になって行くようになって、それでも5回も行ってないかな。じゃあそれは見ても別にそれで人生変わるじゃないけど、すごいって思わなかったから、うん、まあこんなもんかって感じで。で、まあそういう気持ちになったのは93年のクラプトンを4回見てから、うん、へえ、これはちょっと
と通わないかんぞみたいな。いきなり4回見たんだ。見た。え、ジャーニーマンの時も見たでしょ。1回だけ見た。1回見て満足した。うん、まあ昔は1回見るっていう、なんか2回も3回もは見なかったよね、うん、あのお金もないし、うん、あのそんなコンサート同じ人の2回も3回もっていうか、あんまりそういう発想はなかった。まあまあ行く友達との絡みの中で2回ぐらい行ったことあるかもしれないけど、せいぜい2回ぐらいだったね。俺はね、80年代に最初に見たのがボンジョビで、あと他に印象的だったコンサートといえば、後楽園球場のマイケル・ジャクソン。あれ、初来日だったかな。後楽園球場もいろいろやってたよね。で、もう一つが、88年だか9年の、あれはね、千葉マリンスタジアム。うん、あの当時、何球場だったか忘れちゃったけど、で見たマドンナ。マドンナ良かったよ。私ね、マイケル・ジャクソンもマドンナも見たことないの、一度も。でね、マイケル・ジャクソンがっかり。ものすごい音悪かった。あ、音はね。ただ、メニューは楽しかったけどね。ムーンウォークとかさ、帽子ペヨンって投げたりとかね。もう画像とかあった時代？画像って。だからこれライブやってるとちっちゃいじゃない。それにこう大きな画面どうだったかな、なかったような気がする。そうするともうこうやって見るかさ、うん、このちっちゃいのが動いてるような感じだよね。後楽園球場はなかったなかったですよね。やっぱりドームとかになってああいうものができたけど、うん、後楽園球場はだから80年代ボンジョビ、90年代はクラプトン。そっか。2000年代に入ったら何見たっけな。大体その時って天の声さんと一緒に見てんだよね。エアロスミスとかね、ジェフベックとかね。そうそう、エアロにジェフベック。エアロはどこ、武道館？もうドームだったんじゃないか。ドームだったあの頃は。あとちっちゃいとこで、あの横浜アリーナ、アリーナ、うん、なんかさ、ホワイトスネークとホワイトスネークとエアロスミスは一緒に来てないか。いや、それは来た？いや、私エアロスミスは全部見てるけど、まあ全部って来れば必ず見に行くけど。勘違いじゃないか。ホワイトスネークとなんか来てたよね。あの、うん、なんよくあの2、3個バンドが一緒になって、そうそう、ドゥービーとなんとかとか、フェスみたいな感じ、年末とか、うん、そのもあったし、ホワイトスネークなんか球場、西武球場とか、あと88年の大晦日で見たあのロックフェスで、なんかいろんなヘビメタバンドがいっぱい来てさ、うん、で鳥がボンジョビだったんだけど、あれ楽しかったな、うん、ちょうどバッドメディスンが流行ってた頃。これに出てんじゃない？ニュージャージー。あれってウドだった？じゃないかな、わからないかも。あ、乗ってたわ、うん。あ、俺も、ね、見に行かなかったけど、バッドメディスン買ったね。これ結構好きだったね。うちにもあるよ、ニュージャージー。うん、私、その前の、あの、あれ、バッドメディスンの前のアルバムね。うん、あの、なんだっけ、リビング・オン・ザ・プレイヤーとかで入ってる。スリッパリー・ウェン・ベッドって。ワイルド・イン・ザ・ストリートだっけ、日本のタイトル。あの中にバッドメディソンはニュージャージーってアルバムで、うん、その前のアルバム、リビングプレイヤーってニュージャージーじゃなかった。違うのか、シャケナハ、あれそうだっけ。そう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 、わっ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 、それを武道館で見たの。うん、まだドームじゃなくて、うんうんうん、その武道館のボンジョビはすごく良かった。うん、違うな。俺ね、地味にボンジョビ何回も見てんだよね。そうだよね、うん、私も3回ぐらいは見てる、3、4回見てると思うけど、クラプトンの次ぐらいにひょっとしたら見てるの。4、5回見たわ。でさ、ボンジョビってやっぱり結構日本で人気が結構、まあ、火がついたみたいなとこがあって、東京ロードっていう曲をさ、うんうんうん、他の国ではやんないけど、もうかなり後になるまでドームとかでもあのアンコール最後にやったりとかして、あのさ、みんなでアカペラで入るやつなんじゃん。
タラララララララってやつ。だからそれがあれじゃない。いや、コワコワって入ってる違う曲じゃないの。いや、コワコワって入ってるよ。シャツズハーティリティティフルニーのバンドベッジェーいや、うわ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 あれ、あ、違う違うでしょ。チェンチェンチェレチェレレンチェンチェンチェレチェレチェレンチェン。わかるよ。わかるよ。わかる。なんて曲？なんだっけ。バッドラブ。バッド。違う違う。うんラブ。うんうん。なんとかバッドネーム。バッドバッドなんとか。You give me a bad name だっけ。あ、そうだ。You give me a bad なんとかだ。それねバンドやったんだ。あ、そう。みんなであのハモって、アカペラで。でもボンジョビってすごくポップロックっていうか、ハードポップっていうか、すごいハードロックかもしれないけど、ものすごいポップだし、曲もいいし、あのこう一緒に歌える感じ、うん、でそういうギターを弾くのが好きなやつがいたから、うん、でそいつにあのクワカクワをさやってほしかったのにあんなの絶対や恥ずかしくて嫌だって言われて拒否されたことあれって、そっか、なんだっけ、ワッコワッコ、ここに、あのここに潜らせた、トッキングモジュレーター、だからピーター・フランプトンとか、ピーター・マジフベックと、あれだよね、それだよね、リッチ・サンボラね。でもあれじゃん、秀樹さん持ってるじゃん、セッションに一回持ってきたよ。そうだっけ、うん、あれやるとなんかあのクラクラするって、頭に響くからね。そう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 、今のはなんかああいう袋じゃないんだよね、機械なの。そうなの、うん、で、この筒はあったけど、リッチサンボラってさ、ハードロックだけでヘビ、ま、ヘビメタまでいかないから、うん、俺は受け入れられたんだよ。聞きやすい、聞きやすい、ブルージーじゃん、うんうん、なんかさ、ヘビメタとかスラッシュメタルってさ、私何が嫌いってさ、あの好きなのもあるんだけど、嫌いなところはドラム。あ、ドラムなんだ。なんかもうバストラとかがスタタタタタタみたいな感じで、すごいなんかドラムがね、なんかダメなんだ。ボンジョビ好きだったな。クラブも入ってるもんね。うん、サンボーラのソロアルバムに、うん、入ってない。ミスターブルースマンだっけ。うん、ボンジョビ、あれいい曲だったよ。あれいい曲だ、うん、なんかね、あのソロすげえやり直したんだって。あ、そうなんだ、うん。でもそういうボンジョビだって80、まあ今でももちろんいるけど、80年代、90年代かあれ、80年代で、まあ90年代とかはあれだけど、だからすごい昔なんだよね。